はい、第2部だよね。俺すごい爪汚いんですよ。まあ、ズームしたらわかるけどね、まあ、一瞬見せましたけど、まあ、すごい爪が汚いんですよね。なんで爪汚いかって、今みたいな感じで体をかくんですよ。でも俺お風呂入ってないから、皮膚、まあ、表面皮膚みたいな、この表面にね、赤がたまるんですよ。赤、アンブーがね、たまるんですけど、まあ、それをね、かくんですよ。かくとね、スーッとね、うん、だからその超ちっちゃい版の31のアイスクリームの、これや、アイスクリームを作るやつは31だけじゃないか、まあ、アイスクリームを作るやつの超ちっちゃい版みたいな、爪でやる版みたいな思ってる。いいけど、まあ、それでね、どんどん溜まっていくんぞ、爪垢が。もうやだなって思って、もういちいち爪切るのめんどくさいし、だもう爪剥ごうかなと思いますっていう動画じゃないよ、もうネイルしようかなと思う。なんか石野卓球さんっていうなんか電気グループの人さん、あの人なんかふざけてるのか知らないけど、絵の具みたいなすっげえ汚ねえなんかネイルみたいなの出てたから、まあそれもありなのかなって思って、だから俺はもうネイル始めようかな。ネイル始めちゃおうかな。もう人格破綻者だから。いや、まあ人格破綻者って一緒や、人格破綻者みたいな、もう人格破綻者っていうそのマイナスパワーが面白いよね。人格破綻者っていう、なんか働く車だよね、うん、破綻してる車だよねって言って、うまいこと言おうと思うんだけど、うまいことなんて言えないんですよ。うまいこと人生言ってないからって。いや、むちゃくちゃうまいこと人生言ってる方だけどね。いや、全然言ってない。でも不安だらけですから。俺なんかね、親に言われたんですよ。俺自慢になるけど不安じゃないのって。いや、知らないよ、もうどうでもいいもんって思って。ニートですけど、まあ、この先の収入も不安だよって。いや、これから好きを時代にする時代だよって。俺はもう、いや、没頭しようって思ってね。いやー、でもさ、なんだろうな、ジェームズ・ブラウンさんのセックスマシーンって歌あるじゃん。さっき俺2人で瞑想とか言ったら、ね、こういう時はセックスマシーンでね、すごいいいんですよね。得意なことはやり続けろよ、セックスマシーンのようにみたいなこと言って、いいこと言ってんなって思ったんで、俺もちょっとね、やろうかな、毎日喋ろうかな。だからもう俺はお母さんがいるとき、お母さんどっか買い物行っててって言って外に追い出すわ。もしくはおばあちゃん家の2階を片付ける。でも俺はおばあちゃん家にいたくない理由は、あそこ絶対クモとかゴキブリとかいっぱい出んじゃん。だから俺はテーブルとか電源コードだけにしようかなって。家具を全く置かない、家具を寝具と机だけでやっちゃおうかなって思って、究極ね。究極ねみたいな感じで、みたいな感じで言ってさ、すごく気持ち悪いですけど、まあ、全然気持ち悪いと思わない。俺ナルシストだから、うん、全然神だなと、ゴッティングだなと思って、ね、そうやって生きてますけど、面白いことしていきたいよね。俺面白いよね。すごいね、世界で一番面白いのは誰みたいなね、鏡に言うみたいな。いや、そんなそのくだりをいちいち言わなくていいだろな。あ、びっくりしたな。いちいち白雪姫の魔女が出てる、魔女、まあまあ魔女、鏡に何か言ってる魔女みたいな、面白版みたいな、言ってけいいのに、いちいち言うってね、いちいち言う、みんなの大事な時間をね、いちいち言うことによってね、より多く削る、より多く無駄に削るってね。いや、こんな軽く削れるかな。ザハンドじゃん、もうこう、もう手の周囲にまで影響を起こす、ザハンドくらいの勢いでこう削ってってんじゃん。びっくりしちゃうね、そんな強いザハンド。もうなんか半径、まあ、なんだ、今10センチくらいだったな、10センチくらいの勢いでザハンドって強すぎて、うん、あとちょっとがね、あとちょっとっていう、なんだろうな、あとちょっとが届くことわざってなんだっけ、かゆいところに手が届くか。うん、でもザハンドの手が届いたらダメだけどね。いや、意味わかんねえ、なんでザハンドの手が届いたらダメだけどねって。むちゃくちゃだ、さすが人格破綻者。破綻してないんだよね。俺優しいから。こう見えて。臭いけど優しい。デブだけど優しい。うん。そんじょそこらのやつよりは優しい。でもスケベ。でも男だからしょうがないっていうね。なんでスケベなんだろうな。スケベだからだ。っていうね。すごい平和的な解決をしてるわけですか。まあ、特に何も掘り下げることなく解決した。解決風をね、解決風。解決風を流していく。背中かゆいな。やっぱかゆいんだな背中。なんだそれ、まるまるなんだなって。なんかな、最近金色のガッシュベル見てんだよね。絶対面白いじゃん。あ、見てるから、面白いから見てんだよ。びっくりしたな。
まだ見てないもの面白いじゃんっていう人みたいな、そうやって面白いと揶揄する人みたいな、まあ揶揄するって言ってみたかっただけですけど、うん、真の意味で揶揄って意味は あんまり理解できてないです。あ、背中かきどっか行った。あ、背中かきが旅に出た。俺の辺むちゃくちゃ汚いけどみんな見せるわけじゃない見せるわけじゃないって、いや見せないでいいよ、それで正解だよ、それが正義だよって思っちゃうけどね。なんだろうな、あー、あった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 、そんな旅出てなかった。あー、かゆいよ、汗がすごい、もうこれ見え見えないところでこうやって T シャツをこうやってさまくって、夜見えないからバチーンバチーン、背中の汗をね今ここにつけました。これね、光の端で見えるかな、あんまつかなかったな、後でやろう。なんかさ、男の乳首もダメらしいよね、俺のお筋もダメかもしれない、どうしよう、もうやだな、もういいよ、もうこうやってこう、こうやってこうやってこう、もうこうやってもうお筋出してこう、そういう人が見たら怖いから、もうそういう人が来てほしくないよね。うん、でもそうなんだろうなって、いやなんか言ってたよね、なんか女性が男性を怖いと思う理由にその似てるのは、ゲイの人が、あなたがゲイを怖いと思ってる理由みたいな、その差別じゃないけど、いや掘られるんじゃないかって言うんでもそれやべえだろ。うん、まあね、そう思うと怖いね。じゃあレイプはやめようって、レイプ予告も捕まるんだろうね。レイプは怖いよ。うん、まあね、レイプするのはやめましょう皆さん。僕もね、多分しません。もう多分ですよ。やっぱね、確率っていうのは残ってるわけで、まあ僕はしそうですけどね。普通の人間よりは。確率 10% くらい高いかな。みんな 1% だとしたら俺 11% くらい。やる確率を。いや、嫌だな。それで捕まったとき、この動画がさ、ああ、やるときは俺は大体なんだな。人生でやる側の人は 11% かなみたいなのがさ、テレビで流れたら、まあ面白いけどさ、面白いけど、ちょっと悲しくなるよね、親が。うん。まあ俺は死を悟ったらなんかね、駅で、あ、やめよう。レイプ予告になるとこだった。死を悟ったら、ね、思い人に思いを告げようかな。いや、私的に言ってみました。私的にっていうのはね、です、大の方じゃないぞ。歌の方だぞ。少年の歌の時に使われる歌の感じの方だぞ。私的な。少年の歌をみんなが知ってると思ってるっていうのは、ね。あー、ルルルルルン。いやー、でもね、いやー、でもね。いやー、でもね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 、でもどう考えの哲也さんのへってすげえんだ、動画映えするへなんだよ、あくせへくせえな、匂いはいらないと思うんだよね、ぶっちゃけ音なんだ、へは臭そうな音、もしくはね綺麗なね、でけえ音、でけえでれえ音、でれえ音、まあね、直接金が欲しいわけじゃないんで今全然、よくよく考えたら確かになんか無駄にアップル製品買いたいなとか、無駄にサーフェス買いたいなとかある。でもね、ぶっちゃけこと足りないお小遣いで。お小遣いって面白い表現するわ。うん。もうね、ニートなんだけどね。